本日は野菜作り丸11年、ね、家庭菜園の時入れるとプラス2年、で、まあ、こんだけやってるといろいろと分かってくることとかあるもんで、だから今日は初めて野菜作りを始めた趣味の家庭菜園始めた頃と今と何が変わったのかっていう変わりポイントですね、どういうところが上達してどういうことが分かるようになったのかっていうのを、ぜひともね、あの初心者の皆さんも10年やればこういうふうになれるということで、そういうことをお伝えしたいと思います。こんにちは。こんにちは、どうも岩崎です。どうも、今日はですね、あの新規就農してから俺らはもう丸11年、でその前に家庭菜園でちょっと2年ぐらい、ちっちゃなところで、野菜を作ってました、まあ、そんな感じでね、まあ都合3年ぐらい、もうこういう遊びの時から合わせるとね、もう実際こう農業をやるようになってからは丸11年、野菜作りをやってまして、やっぱり初心者の時と何が違うんだっていうのをね、今日は、言ってみようかなと、っていうのも、あの例えばあの、ね、最近家庭菜園始められたとか、そうするとなんか近所のおっさんが言ってることとかあんまりわからんかったりすることもあったりするやん、なんかもう俺らも初めな、あの野菜を洗うってなんじゃって思ったら、あの農薬を巻いてな、負けるっていうことをことを洗うっていうとかな、業界用語的なこともあったりするわけや、なのであの初めはこんな感じでわからないこととかいっぱいあったりして、でなんかこれちょっと肥料足りてないなとか言われても、なんでそんなわかんの的なのな、とかあったりするやん、それがね、やっぱりね、10年経ったらわかるようになったりするんですよ。で、だからその初心者の時と何が変わったのかという話を今日はね、ちょろちょろっと、あのほんま畑でね、いろいろやりたいことをやりたいんですけど、あのなかなか忙しくて、ここであのセロリの、もう最後 の最終やな、最終のもうツンツルテンセロリを作りながら話したいと思います、で、まずね、初心者の時は、まあ、とりあえず野菜ができたら嬉しかったよね。で、まあ、新規就農1年目ぐらいの時も、農業の時間は1日2時間ぐらいしか取れなかったから、まあ、ほんで遠いとこまでな、ちょっとな、通勤農業的な20分ぐらいかけてな、車で行ってたりしたからな。で、だから、まずは、何がわからんかったかな。量的感覚がまずわからんかったな。例えば家庭菜園上がりやから、きゅうり50株いうたら結構量あるなって。そうやな、でもまあそんな50株ぐらい作ってもなって今やったらな、感じやけど、その量的なその苗の量とか種の量とかな、その辺がわからんかったよな。どんだけ植えていいか。初めは俺も全部ホームセンターとかで買ってたからな。そうだね。あ、それを思えば今ね、まあ、今もネットで買ったりもいろいろしてるけどね、確かにその野菜のその苗とか種の量がまず量的感覚が分からなくて、次にその撒いた種がいつなるのかが分からない。確かに。で、今やったらさ、これこの時期に植え付けたら、このぐらいにできるっていうのは全て分かってるやん、何ヶ月やとか分かってるやん、でも、まあ、例えばジャガイモでも今2月に植え付けたら5月下旬には掘れるよとかな、そういうのはもう当たり前のように分かってんだけど、あの頃は分からんから、2月や3月に植え付けていつ掘ってんか分からへんねん な。どうなったら出来上がりか分からへんねん。そうキュウリとかやったらな、目に見えて実がなるから分かるけどな、だからあれやな、その栽培期間が分からんかったな、でその栽培期間がわからん上に、できる量がわからんかったな。どれぐらいの量できるのか。確かにね。だから、その、農業を始めた言うたら、ほんなら、後輩がさ、聞かせてくれて、スーパーの人紹介しますんで、言うて。
そのスーパーの人とば、あの、何？商談的な。そう、商談したんやけど、このキュウリどれぐらいできるの？答えられへん。答えられへん。いつできるのって、それも答えられへん。何やっとんねんって感じだったけどな。うん、だから、その、今やったらその、キロとかさ、その量の単位は、ね、金額とかまあ別として、うん、その、単位は別として、いついつぐらいに、まあ、これぐらいはできますよっていうのはね、わかるんやけど、今もさ、まあ、初めてやった頃はさっぱりわからなかったよね。うん。あとね、あれやな。まあ、とにかくあの、初めは農薬がさっぱりわからなかったから、そうだね。知らないゆえの無農薬。ああ、そういうことね。うん。だから、別にあの、まあ、初めの頃はさ、農薬が危険か安全かとかもさ、まあ、何も分かってないから、うん、とりあえず無農薬の方がいいかなぐらいのノリで、はい、農薬を使わずにやってたら、はい、まあ、見事に。うん、分からん虫にいろんなもんにやられたよね。はい。まあ、今でこそどの虫が何かってみんな分かってるけど、うん、まあね、あの頃はほら、アプリ的なもんもなかったしな。そうだね。うん、今やったら、まあ、ネットで調べりゃすぐ分かるし、うん、YouTube もこんなに充実しなかったからさ、うん。で、俺はほら、基本的に人に教わるのは大嫌いなので、自分でまず何でもやってしまうのよね。うん、だから、その、やって失敗するのは分からないけど、どうやったらうまくいくのかが分からへんよね。で、でもなんか、ちょっとずつな、いろんなところで、ちょっとした人の話とか、うん、ちょっとあの、普及員の人に教えてもらったりとか、そういうののちっちゃなことを積み重ねていって、うん、だんだん農薬というものが分かってきて、ね、あとはその農薬というかその草やな草。草、雑草、うん。雑草の凄まじさっていうのも、全く分かってなかったけど、もう雑草えぐいやんか。えぐいよ。もうほんま。冬でも生えてくるしな。確かにね。夏はもう、俺の人生、草刈り人生ぐらいのさ。夏場はね。もう草、俺は草刈り正雄だぜって感じ。確かに。ぐらいに、草刈りばっかりせなあかんやん。うん、あー、でもな、分かってなかったよな。まあ、だんだんその草刈りポイントも分かってきてるから、ポイント。うん。まあ、この時期にパスッと決めといたらもう、決めといたら。うん。あ、次はいつやな、っていうぐらいやな。これにしても、早いよな、もう生えてくるのはな。だから、その、病気とか、雑草、虫、はい、その辺が全く分かってなかったな。うん。今やったらさ、あの、あ、これちょっと危険っていうのは、もう危険信号がわかるやん。うん。だから、ね、この今年のセロリは、危険信号がわかったけど、農薬撒いたけど、全然効かへんかったみたいだな。あまあ相変わらず失敗は失敗だらけやけど。でもな、前よりも上手に作れてるものもだんだん増えてきてるから、ね、うん、やっぱり10年間やって無駄じゃなかった。で、上手に作れてるっていうのはさっきも言ったけど、あの、肥料の感覚もな、うん、初めは分かれへんから、はい、肥料どんだけ入れていいか分かれへんから、上穴にガーン入れて、で、全部肥料で焼けてな、はいはい、なんで枯れるの、はい、あったないか、どんどん枯れていくんやけど。もうなんか情けなかったよな。うん、でも、まあ、だんだんその、肥料は入れすぎたらあかんねんなっていうのを知って、うん、でも、足らんかってもあかんねんなって、例えばこのセロリとかな、うん、は、肥料は、あの、足りないとね、うん、黄色くなっていくし、で、追肥のタイミングっていうのも、な、ね、追肥の効くもの効かないものとかな、うんうん、そういうのも分かってきて、こういう冬野菜的な、こういうな、セロリとかレタスは、ある意味元肥をかっちり固めとかんと、うん、もう追肥してもまあ、効かないこともないけど、うん、もう時すでに遅しみたいなことがよくあるからな。うん、だから、この、やっぱりな、色見たら、この野菜の色見たら、あ、これ肥料足りてるなとか多すぎやなとか分かるもんな。さすがにやってると語りかけてますか。そう、語ってくる。そう、声が聞こえるんだ。野菜たちの、そう、野菜の声が聞こえる。お、あの、あれやよ、初めの頃は野菜がなんか喋ってんねんけど、うん、もうそれこそ中国人とかの留学生の子がわー喋ってるような感じで、何喋ってるか分からへんかったんやけど、うん、最近その野菜が語ってることが分かるよね。お、だこの間のあの玉ねぎでも石灰窒素はあかんでーって語ってたよな。そういうことや。ヘロヘロになってたよな。わしゃあかんでー。わしゃあかん言うてな。だから、そうやな、
栽培期間が分かる、栽培量が分かるようになった、で、農薬が分かるようになった、ね、で虫や病気も分かるようになった、で肥料の加減も分かるようになった、だん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 これなんか肥料もちょっともう切り切れやから、まあ、黄色いんや、最後の最後、最後やからもう切れてんねん肥料な、うん、まあでももうええわって感じでちょっとやってるけどな、はい、まあ、ママも一緒に俺と10年以上やってるわけで、ママ的にはどうなの、何が初めやってる頃と何が変わったの、うん、おーパパが成長したポイント、うん、パパじゃないママが、ママあなたがよ、あなたが、おー、まあ、やっぱり収穫は早なったよな、あそうだね、うん、うん、もう俺より早いもんな、うん、そうやな、あと虫とかはギャー言わへんようになったな。そういう成長ポイント。はじめミミズとか虫ギャー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 言ってたよ。嫌いやもん。うん。めっちゃギャーギャー言ってた。うん、あの芋虫特に嫌いよ。おお。魚頭とかな。そう、うん、ギャーギャー言ってたよ、うん。成長しましたな。今も青虫ここに転がってたよ。うん。うん。あべって。うん。うん。あとは？あとはなんだろうね。うん。起きれるよ。そうやね、ママ朝寝坊やったもんね。そう。でももう夏とかもうずっと4時半とか起きなあかんもんな。よく寝る子だったもん。あ、そうか。起きれるようになりました。それは良かった。ありがとうございます。なんかその農家スタイルというか。うん。うん。ああ。その繁忙期と花開期が分かるようになった。うんうんうん、まあ。てな具合でね、やっぱりね、あの、10年ぐらいやってると、10年以上か。うん。まあ、俺は基本的に人にはほんまに教わってないけど、教わらなくても、まあ、もちろん自分で勉強するんやね、うん、勉強してるとだんだん分かるようになりますね、お、うん、肥料の種類とかもさ、うん、まあ、で特に YouTube とかやってるとさ、いろいろまた調べなあかんしな、うん、変なこと言うたらな、間違ったこと言うたらツッコミ入るからな、まあ、うん、まあ、だから、まあ、だいぶ変わったな、ね、変わったというか、うん、なあだよな、うん、まあパパ的にはこの YouTube を始めてからの方が劇的に変わってるけどね、うん、お、あの栽培技術うんぬんもあるけど、うん、あ、俺人前で喋ってもいけるんやっていうのを、お、うん、確かにな、そんな喋りに自信ある方ではなかったから、あ、そうだね、うん、あ、でも結構みんなに言われるもんね、なんて、あの岩崎さんめっちゃ上手に喋りはりますねって、あ、そうなん、野菜作りの部分で考えると、うん、そうね、まあ俺はほら何でもかんでも作っていこうとして、もともと八百屋さんやからさ、そうそうそう、何作っても売り方は知ってるやん、そうそうそう、今日のあの宿来ぐらいや、売ったことないの、ああそう、売ったことない、売ったことない、あんなん売ったことない、そうなんや、うん、あれは売ったことないな、うん、あるのは知ってるんやろ、でもあるのも最近知ったよ、新しいやれば、うん、いや八百屋さん時代あんなん知らんかったな、うん、うん、そう、何でも作ろうとするから、うん、あのさ、それぞれのね野菜の特性がね、やっぱり油中はこうだなとかさ、はいはいはい、あ、これはやっぱセリカやから高校生やなとかさ、うん、うん、あ、やっぱり虫つかんのはこっち系やなとかな、はい、うん、そういうのをあのグループとしてな、科目でな、うん、やっぱりナス科はちょっとめんどくせえやつやなって、うん、困ったちゃんやなとかさ、うん、まあそういう感じでな、ほんで失敗を、このセロリでも苗作り大毎年失敗してるやん、そうね、でだんだんポイント分かってくるやん、ほんなら、うん、そうだね、あ、この乾燥させたらあかんねんなとか、うん、もうセロリはだって栽培してる時でもやっぱ乾燥させたらあかんもんな、あ、乾燥嫌うからな、うん、うん、でそんな感じでさやっていくと簡単な野菜と難しい野菜が分かってくるし、うん、簡単な野菜作ってる方が楽しいし、うまくできるし、うん、できた方がね、そう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 、で野菜っていうのはあの味の良さとかこの栽培技術がうまさのうまさとかで、まあそれは多少は変わるけど、うん、そんなに値段は変わらない。確かに、うん、だからあの簡単なもの作った方が得みたいな感じでな。で年から年中いろんなもの出荷していこうとしてるやん。うん、だからそれが結局 YouTube にも生きてるんやよな。年から年中なんか作ってるのなんかネタがあるわけよ。もうネタがないネタがないって結構困ってるふりはしてるけど、うん、まあネタはまあこうやってなあの無理やり作るわけよ。ああそんなやっぱりあれやな、もう10年以上やってるとこういう部分は分かるな、こういう部分はまあ未だに分かってへんなってこともあるけどな、うん、うん、そんな感じであの栽培面もな、うん、まあほんであれやよな、結構改善すぐするもんな、あ
なるほどね。うん、あのほら自然薯でもさ、もう5年やってさ、ね、うん、やっとの改善やけど、今回大幅に変えていくからな。そうだね。あのやっぱりあの波板の材質もそうやしさ、うん、腕の形もそうやしさ、もう根本的に変えよう思ってからな。ね、毎日コツコツ今やってるけどさ、うん、あんな1日で終われへんからな。手でずっとやってるから。で、だからこんな感じかな。うん、まあそうやな。ほんであとあれやな、 YouTube やって分かったのが、うん、みんなが分からないと思ってるところとか、みんなが知りたいところっていうのが、うん、だんだん見えてきたみたいな。まあそういうのはもうね、うん、他の人がみんな YouTube の動画にしてるけど、うん、それでもやっぱりな、じゃがいもの再生回数は上がるし、玉ねぎも再生回数上がるし、トマト、きゅうり、ナス、大根とかメジャー野菜はやっぱ再生回数が上がるということは、みんなが興味持ってるっていうことやな。うん。まあ、もうそれでな、まあみんなどん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 いっぱい動画出してるからさ、そうね、うん、うちはあと何年もかわかりませんが。まあ、何しか10年やると、一つまたね、あれがあるので、あの何ちゅうの、上達ポイントがいっぱいあるので、はい、まあ趣味でいいと思います、家庭菜園で、うん、とりあえず頑張って10年ぐらいはやってもらって、もう、ね、今10年以上やってる人は結構もう達人やからな、うんうん、ん家庭菜園10年っていうことは達人ですから ね、ある意味あのあれ、この端でハエがつかめるレベルの、ね、うん、あれや、あの忍者の弟子がどっから手裏剣投げても鍋の蓋で手裏剣を避けるじいさんみたいな、それ級ですな。わかる、あの志村けんのコントであれや、ドリフのコントで、へー、結局あの達人が頭どつかれたりするみたいな。まあ今、という感じで、はい、だいぶ話があっち行ったり来たりで適当な感じですけど、はい、まあ何事も石の上には3年と言いますが、うん、あのまあ10年やれば結構楽しい感じになりますよ、うん、ただ、ね、俺は10年以上ほんまはやりたくない。あれ次の仕事に移りたい、はい、でもそんなね、儲かる話はあんまりない、まあね、うん、なので、相変わらず農業でやっていきますが、ちょっと違うポイントでね、またなんかやるかもしれません、はい、まあ、楽しく生きるためには一つのことを極めるのも素敵ですが、ね、いろんなことをやるのも楽しいですよ、はい、ということで、今日はあの10年間やって何が変わったか、うん、変わりポイントを私なりに自分のことだけで申し訳ないですけども、皆さんもそうなれると思いますので、ぜひとも家庭菜園なり何なり10年やっていただきたいなと思います。おしまいでございます、はい、それでは皆さん、さようなら。